丸尾真は、日本の外交官。新事態で、丸尾誠とも表記される。キルギス中殺特命全権大使、特命全権大使などを歴任した。2013年5月27日、国際原子力機関緊急事態応能力、研修センターにて、国際原子力機関事故、緊急センターセンター長、エレナ・ブグロバ、福島県副知事、内堀正夫と東京都出身。 1968年都立秋川高校卒業1974年東京大学文学部在学中に外務公務員採用上級試験に合格する1975年東大文学部二類を中退して外務省に入省する2013年5月27日国際原子力機関緊急事態応能力研修センターにて福島県副知事 内堀正夫と2013年5月27日国際原子力機関緊急事態応能力研修センターにて丸尾新特命全権大使館総会を開催日本キルギス交流協会2014年5月5日閲覧人事外務省日本経済新聞日経ネット2014年5月5日閲覧人事外務省日本経済新聞 日経、ネット、2014年5月5日閲覧。第44回ジストセミナー、最近科学技術について思うことが意向と、日常体。ジスト制作研究大学院、大学科学技術イノベーション制作プログラム。2014年5月5日閲覧。ありがとうございます。